ケビン・ロウエル・クレーマーは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、スタニスラウス・グンター・ロック出身のプロ野球選手、右ト左打。MLB のピッツバーグ・パイレーツ参加所属。2011年の MLB ドラフト25巡目で、クリーブランド・インディアンスから指名されたが、この時は契約せずに、カリフォルニア大学ロサンゼルス校へ進学した。進学後の2013年、 カレッジワールドシリーズでアダムプルトコ、パッドバライらとともに優勝メンバーとなっている。2015年の MLB ドラフト2巡目でピッツバーグパイレーツから指名され、プロ入り。契約後、参加の A-9、ウェストバージニアブラックベアーズでプロデビュー。A 級、ウェストバージニアパワーでもプレイし、2球団合計で58試合に出場して打率。291、20打点。 12盗塁を記録した。2016年は A 級ブレーデントン・マローダーズでプレーし、118試合に出場して打率、277、4本塁打、57打点、3盗塁を記録した。2017年はルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・パイレーツ、A-9 ウエスト・バージニア、A 級アルトゥーナ・カーブでプレーし、 3球団合計で122試合に出場して打率。296本塁打。30打点、8盗塁を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、グレンデールデザートドックスに所属した。2018年、マイナーではトリプル A 級インディアナポリスインディアンスでプレイし、129試合に出場して打率。311、15本塁打。 59打点、13、盗塁を記録した。9月4日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし、翌5日のシンシナティレッツ戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは21試合に出場して打率、135、4打点を記録した。2019年は22試合に出場して打率、167、5打点を記録した。 2020年オフの10月30日にマイナー契約となった。ありがとうございます。